この辺にはゼラもいないみたいだね。別の場所を探そうかな。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。ショコラじゃない。お腹空いてるんでしょ。なんかなかったかな。いらねえよ。あ、あった。さっき取っておいたんだ。なんだよそれ。ホイルなんかに包んで。だからいらねえって。これチョコなんだけど。あ、そう、ショコラいらないんだ。チョコ、いる？いらないって言わなかったっけ？嘘、嘘です。そんなこと全然思ってません。ふーん。ああ、もういいからよこせ。しょうがないな。はい、あーん。それ。ほら、口開けて。やめろ、そういうのはなしだ。嘘ついた罰だよ。くそ、お前俺が恥ずかしいの知っててやってんな。ほら、チョコだよ、ショコラ。しょうがねえな。はーん。おやすみなさい。朝の挨拶は元気よくが基本だぞ。うん、そうだね。おはよう。おう。よし、計算式が出たぞ。計算式って何ですか？ラビリンスを出るためのポイントを絞り、その発生時間を予測した計算式。ね、先生、そんなことをしてたんですか？俺はお前らのように地道にうろうろして帰る方法を探すのは性に合わないからな。何でも科学的に解決したいんだ。言ってる意味が全然わかんないっす。僕だってちょっとは手伝ったんだからね。ありがとう、スイ君。とりあえず、これで俺たちは元の世界に帰るぞ。
やったね。よかったじゃねえか。そうですね。何日か前から大まかに分かっていたのに、あまりぬか喜びさせたくなかった。だがこの分だと明日の夜には無事に帰れるはずだ。明日の夜、もうすぐですね。どうした？どうしたって？何、こうちゃん。やっと帰れるというのに嬉しそうに見えないか。え、そんなこと。光一、嬉しくないわけがねえだろ。疲れてるだけじゃねえのか。かもしれない。それならいいけど、ただお前は元の世界に戻るのが嫌なのか、心配になったな。考えすぎだろな。あ、そうだよ、母ちゃん。まだすか？まあ待て、位置を正確に計算しないと帰れない。結構面倒っすね。数値というものはそういうものだ。だから俺のようなデリケートな研究者が求められている。テルマサがデリケートとか笑っちゃうんだけど。つい、お前は黙ってろ。いいぞ。あまり遠くまで行くなよ。このタイミングでゼロに襲われたらシャレにならないぞ。俺もついていこうか。子供じゃないし、大丈夫だよ。ならいいけど。こいつと一緒に行ってやれよ。あいつ昨日からずっと一人で考え込んでる。そうですね。何言ってるの？お前
前は気がついてないかもしれないけど、ラビリンスでの生活がお前自身を変えているんだ。私自身を変わってしまったお前が変わらず俺のそばにいてくれるのか、俺は自信が持てないんだ。そんなの変わらないに決まってるよ。言うの？お前の俺への思いは愛情じゃなくて同情だよ。母ちゃん。義務に対する責任か。そう、恋人同士っていう前だ。どうでもいいが、イチャイチャするなら帰ってからにしてくれ。お？なんだ、お前らイチャイチャしてたのか。西岡先生、早川先輩。セクハラで訴えるなら僕、いい弁護士紹介するよ。スイカまで。イチャイチャしてたの？ううん、違うよ。そっか。いいか、印のついた位置にそれぞれ立て。5分後から順々に元の世界へ飛ばされる。サークルの中で転送が起こるから、ここから出たら絶対にダメなんだよ。まずは俺たちのサークル、次にクロエと早川、最後に湯原とお前の順だ。これで時間だ。また後でね。バイバイ。本当に消えた。で、次が俺たちっすね。
ああ、あれ、これお前どうした、あれ完全体じゃない。もう一人のカズヤを残したまま元の世界に戻ることなんてできないんだ。ごめんなさいカズヤさん、でも全てラビリンスのためなんです。よし、クエイ、俺に捕まれ。一緒に現実に戻ろう。無駄ですよ、今のカズヤさんに触れてしまえばあなたまで現実に戻れなくなります。とは言っても後輩置いてくわけにはいかねえだろう。カズヤくん、とにかく俺たちは先に戻ろう。向こうに戻ってから西岡先生に相談すればいい。今はとにかく帰ろう。なんで俺だけ。一人で残されるのは辛いよね。だけど大丈夫、お前には俺がいるんだからさ。早く一つになっちまおうぜカズヤ。帰らなきゃいけない。でも、こうちゃん。好きだ、大好きだ。ごめん、こうちゃん。湯原、まずい。湯原はもう半分現実世界に戻りかけているんだ。異空間の中で飛び出したりしたら体がどうなるか。湯原先輩の体が、しまった、空間の歪みに引きずり込まれたか。湯原先輩はどうなるの？分からん。そんな、ここはどこだ？あいつは
涙ぐましい努力だな。頭が下がりますよ、湯原先輩。お前は黒いのもう一人の和也か。大丈夫、手を貸してあげよっか。俺に何の用だ。だってなんかさ、湯原先輩かわいそうだなって思って。俺がかわいそうだと。だってほら、あいつ和也を追っていっちゃったし。つまりこれってあれってことでしょ、湯原先輩振られちゃったってことでしょ。消えろ。暴力は良くないと思うな。それに先輩、そんなに弱ってたら体が持ちませんよ。くそ。これって先輩かなりアウェーなんじゃないかな。ここじゃ助けになりそうな人なんていないし、一人であいつ探すんですか。余計なお世話だな。そうだ、早川先輩もここに残ったみたいだよ。大輔は親友ってすごいね。きっと湯原先輩のこと心配だったんだよ。あーでも残念ながら近くにはいないみたいだね。別の場所に飛ばされちゃったか。もしかすると事故にでもあったかな。どっちにしろあんたはそんな怪我を負ってるのに、こんな世界に一人ぼっちってわけねえ。先輩にいい話があるんだけど聞いてみない？俺に力を貸してくれればの話だけど。戻ってきてんだよお前。おとなしく光一と一緒に帰ればいいもの。和也君を一人置いていくわけにはいかないから。それってただの正義か。そんなに怯えんなよ。取って食ったりなんかしねえよ。多分。汚い手で彼女に触るな。和也君、お前誰だ。あれ見たことねえの。
俺はカズヤ、もう一人のお前だよ。何言ってんだ。あんたが一番邪魔なんだよね。どうしてやろうか。彼女に手を出すな。ったく、だから邪魔だって言ってんだよ。せっかく助言してやったのに、こいつもだらしねえな。助言？コウちゃんに何か言ったの？マジで何も聞いてねえんだ。ダニーノ、真面目に答えろ。高一に教えてやったんだよ。俺がいる限り和也は元の世界に戻れないって。でもコウちゃんがそんなこと一言も。そりゃ言わねえだろ。それが原因で、あんたが帰らないとか言い出したら面倒だし。しかし、まさか彼氏を捨てて戻ってくるとはね。いい度胸してんじゃん。さっきからお前の言ってる意味が全然わかんないんだけど。簡単に言うとね、俺はあんたの一部なの。は？は？じゃねえよ。お前全然思い当たらねえのか。お前の中のドロドロした思い、どこへ行ったと思ってんだよ。ドロドロした思いって、自覚ねえやつはいいよな。楽に生きていける。わけわかんねえよ。きちんと説明しろ。明るくてみんなに親切、優しい和也くんの中にある辛い過去、裏切られた思い、そういうものってどこ行ったんだ。なんだそれ。ラビリンスに来て、好きだった女の子と二人きりになって、でもすぐにその子の彼氏が来て、幸せだなって思った気持ちはすぐにドロドロした思いになった。それってあんたの中にないだろう。ないってどういうことだよ。全部俺が持ってるから、あんたは優しい和也くんのままでいられるんだ。それだけじゃないでしょ。あなたはゼロを吸い取ってる。そうだね。あんたは知ってたんだよね。ゼロの力でもなきゃ、人間はなかなか二人にはなれねえぜ。とにかく俺を残して元の世界を戻ろうとしても無駄だよ。
俺はあんたの一部なんだから。どうやったら和也君は元の世界に帰れるの？俺と和也が一つになること。一つに？そりゃそうだろう。もともと一つだったんだ。そいつは全部知っていて、かわいそうなお前のためにここに残ったんだよ。そんなこと。大丈夫だから黙っていて。和也くん、情けねえな。好きな女を巻き込んでさ。うるせえ。と、怖い怖い。今すぐとは言わないよ。でも近いうちに一つになっちゃおうぜ。勝手なことを言うな。はいはい。じゃあね。またな、カズヤ。大丈夫？ひとまず、アスマヤに戻ろうか。